吉田一郎です。私はですね、先ほどの委員会提出議案第3号、まあ、平成24年度さいたま市一般会計予算に対する付帯決議について、賛成の立場から討論したいと思います。まあ、あのですね、私、以前からも何回か言ってるんですけども、まあ、予算が、まあ、反対だったら、まあ、それに対する付帯決議なんてのも反対だというのはよく言って、まあ、そういうふうに行動もしてるんですけど、今回ですね、あえて鶴崎委員長が非常にご尽力されて審査過程で、まあ、都市区に都市局のですね、審査では、大宮浦は公平な執行部の座席というのを実現されたというのをですね、委員長のご尽力に、まあ、感謝しつつ、まあ、今回はこの付帯決議自体はですね、私はまあ、大いにやっていただきたいという点もありますので、本予算には反対しましたけども、まあ、これには賛成ということです。まあ、具体的に2点指摘したいと思います。あのですね、1点目、要するに、今、24年度の予算の中の重点分野である、防災環境エネルギー対策の、取り組みを、地域経済の活性化につなげるとともに、まあ、雇用状況の改善に積極的に取り組むことと。あのですね、これは本当にその通りだと思います。私、12月議会なんかでも散々問題にしましたけども、スマートエネルギー特区というのをいよいよ、24年度から本格化するわけですね。遺憾ながら、国の申請通っちゃったんで。で、その中で私、まあ、12月議会で何点か市民の請願も出まして、問題にしました。例えばですね、桜区の大久保で、まあ、埼玉大学の前でしたっけ、あの土地をホンダに無償提供してショールームやるとか、ホンダなんてなんで市外の企業にメリットあるようなことをやるんですかと。あとですね、なんか、パーソナルモビリティなんていう二人乗りの原付を開発するなんて、埼玉市内に大きなそういった原付のメーカーがあって、そういうのが全国的に埼玉市の開発をきっかけに全国的に売れて、雇用がうんと増えるんだっていうんだったらまだわかりますけど、市が補助するっていうのは。全然別にね、埼玉市内に原付の工場なんかないのに。なんでそんなものをやるのか。まあなんかこれ、都市経営戦略会議とかっていう、まあ要するに市長とその周りのグループの人たちの会議録見てもですね、このパーソナルモビリティについて安全性の面で不安が生じるのではないかとか、なんか規制が通った例、規制緩和が通った例はないなんて、ね、なんか非常に不安なことを言いながら計画練ってたようですけども、そういったようにですよ、スマートエネルギー特区だって目玉みたいなのでやって予算を投じても、それが市内の雇用とか市内の経済にきちんと反映されなければ、私はこれ無駄金だと言いたい。きちんと、こういった環境政策、エネルギー政策についても、市内の経済にきちんと活性化につながると、そういった視点を第一にやっていただきたいという意味では、私はその通りだなと思いますので、あえて強調したいということで、賛成をするわけです。そしてですね、2点目、もう1点私、まあ、これは非常に必要だと思ったのが、まあ、先ほど質疑でも聞きましたけれども、生活保護制度の運用にあたっては、就労、住宅、保育、上下水道等の関係部門との連携を密にし、自立生活に向けた施策の強化、充実を図り、行政執行の適正化に努めること。あのですね、まあ、この生活保護行政に関して、市の中の他の様々な関係部門との連携が全然なってないというのが、何点か明らかになってるんですよ。というのは、これ私ですね、今回の2月定例会で、保健福祉委員会の方ですけども、放課後児童クラブですね、あれの保育料に関して、まあ、値上げする、4000の6000、8000に値上げするという議案の審査ありました。で、その時ですね、生活保護の受給者に関しては低所得者ですんで、減免する、ただにするっていう説明だったんですね。で、私、質疑やったんです。じゃあ、生活保護の人が低所得者っていうんだったら、4人家族で、30代の、夫婦で、4人家族で、小学生のお子さんが2人いた場合、まあ、放課後児童クラブ利用する人ですね。じゃあ一体いくら支給額もらえるんですかって言ったら、わかりませんなんて言ってるんですね。いくら収入があるのにわかんないけども、多分低所得者だろうって言うんで減免措置やってる。同じ市の中で。で、同じ保健福祉局の中で、私は12月議会の委員会の時聞いた時は、4人家族で小学生のお子さん2人でしたら、登記加算込みで309,950円、約31万円ですと答弁出てるんですよ。同じ保健福祉局の中でですよ、生活保護担当するところは31万円支給です。わかってる。で、放課後児童クラブですね。こっち、これは児童クラブは子供未来局だったかな。まあでも同じ保健福祉委員会の中でですね。こっちはいや、いくらだかわかりません。でも多分低所得だろうから減免です。私はやっぱりそういうのはおかしいと思います。あのですね、30代前半で、サラリーマンの平均給料ですよ。384万円なんですよ。
さっき言いましたけども、4人家族で31万円もらってる。もちろん、医療費とか様々なものがタダになるわけですね。もちろん税金もタダ、国民年金もタダ。実際の手取りは、生活保護の人が多いんですよ。働いてるサラリーマン家庭よりも。なんでタダにする必要があるんですか、放課後児童クラブまで。減免する必要あるんじゃないですか、あるんですか。こういうのをきちんと、生活保護行政に関連する他の部分もですね、きちんと、連携をした上で、減免する必要が果たしてあるのか。いや、それとも、いや、これ実際働いてる家庭よりも、生活保護の人の方が収入多いよ。減免する必要はないと。やるのか、判断すべきだと思います。これは上下水道の、料金に関しても減免措置ありますけれども、果たして本当に減免する必要があるのか。まあ、私、先ほどね、討論でも市長に対して強く言いましたけれども、働く者が馬鹿を見る。こういった世の中だけはやめていただきたい。アリとキギリス。アリが馬鹿を見る。キリギリスが報われる。こういったのはおかしいと思います。やはり、イソップの童話の精神に戻って、こういった市役所の中でも、関連機関との連携を密にして、生活保護行政に関してですね、減免措置の設定にあたっては、きちんとやっていただきたいと、強く、申し入れたいということで、あえて今回は、この付帯決議、賛成をするものでございます。以上です。